島から、ドゥオモの駅で電車に乗ってミラノの中央駅に行きます。でそこからまた電車に乗ってコモコの観光をしに行きます。ミラノ中央駅すごく綺麗です。建物が素敵ですね。で年末なのですごい人がいます。皆さん帰省されるのかな。人がいっぱい。これからこっちに進んで特急電車に乗ります。こちらミラノ中央駅からコモ・サン・ジョバンニ駅までのチケットは1人8ユーロでした。そしてここが乗り場です。すごい大きい駅ですね。こんな感じです。結構普通にワンちゃんが入ってますね。犬も電車普通に乗るみたいです。こちらの電車に乗ります。12時22分にコモ・サン・ジョバンニ駅に着くそうです。こんな感じでコモ・サン・ジョバンニ駅着きました。ここから歩いて、ちょっと観光できそうなところに行きます。意外と観光客がいます。日本人はまだ一度も見ていません。ピザとパスタ両方食べたくてなかなかメニューで見つけられなくて苦戦しています。レストランあります。見ましょう。おここは八百屋さんね。えいろいろ売ってますね。レストラン街っぽいよね。レストランいっぱい。ドゥオーモ広場。ここはドゥオモ広場だそうです。ここもまたお店が結構飲食店多いね。思ってたより栄えてる街です。迷いに迷いこのレイクというお店に しました。なんと目の前が大聖堂です。これを眺めながらランチをいただきます。隣にはクマもいます。ドリンクはアップルジュースを頼みました。これで5ユーロです。かなり高いです。もう景色は最高。この先にコモコがあるんですけど、その前にちょっと小さなクリスマスマーケットがあったので行ってみます。ホットチョコレートだ。飲みたい。これはホットチョコレートでしょ。これは焼き栗かな。あとはプレッツェル。ちょっとぐるって見てもいい。ぐるって見ていい。これもなんだろう、ホットチョコレートかな。ホットチョコレートだね。ホットチョコレートの店が結構多い。これもプレッツェル。そしてこれはなんだろう、お菓子とこういうグッズも売ってます。ぬいぐるみとか。何これ、ハム。ハムじゃない、ソーセージ。あ、ソーセージだね。サラミ。すごい。こういうのは日本には持って帰れないからね。あと奥にはチーズもあります。すごい。ベーコンどれ。あ、あれか。へえ、面白い。あ、日比谷とかさ、横浜のクリスマスマーケット人がすごくて行けないからさ、ここで。へえ、チーズすごい。飲みながら働いてるね。これはパン、ドーナツ。これはラベンダー。ラベンダーグッズみたいな。あ、
こんな感じで結構、まあ、似たような店がいっぱいあります。これは蜂蜜かな、蜂蜜クッキー、またなんかチーズとかハムとか、まあ、大体似たようなお店は多いんですけど、でここを過ぎてくるとこちらがコモコです。